宮崎県のね、高千穂高校が、日々やってるですね、面をつけない足の強化方法っていうのがあったんですよ。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。お、今日は面をつけなくてもできる足を強化する稽古法についてお話しします。いや、悩みわかりますよ。コロナも心配だけど、梅雨が明けてね、急に暑くなっちゃったんですよ。面マスクのこともあるし、熱中症やっぱり心配だよね。まあ、とにかくね、この夏は面をね、そんなにずーっとつけてるってことはね、多分できないと思うんですよね。そんな時に今月号の9月号の剣道日本の特集で、宮崎県のね、高千穂高校が、日々やってるですね、面をつけない足の強化方法っていうのがあったんですよ。まあ、今回も剣道日本さんの許可をいただいて動画を載せてます。詳しく見たい人はぜひ今月号ですね、9月号か、2020年の9月号本屋さん行ってネットで買って見てみてください。今日紹介するメニューはね、全部マジでやると30分ぐらいかかるそうなんだけど、まあ、ああいう強豪校はね、これを稽古前にやって水分補給取って、その後面つけて稽古してんだよね。ほんとすごいね。まあ今の段階なんでね、この動画にあるように広い体育館でやるのはまだ無理にしてもね、なるほど、面をつけなくてもここまでできるんだとか、いやまだまだやれてないこと多いなとか、今の一人稽古をもう一回見直してみようかなとか、別に高校生じゃなくてもね、小学生でも中学生でも大人の人でも参考になるとかたくさんあると思うんです。よかったらぜひ見てください。じゃあ早速参りましょう。日本を代表する強豪校高千穂高校、厳しい稽古の一環として日々行われているのが、面をつけずに行う足の強化である。稽古で注意すべき点を野口監督に聞いた。ここで紹介している練習は2017年に撮影されたものですが、基本的な内容は変わっていません。全国の強豪校を見れば、下半身の安定は間違いなく見て取れます。足さばきで特に注意を向けているのが膝です。素振り、まずは綺麗なフォームで振る意識が大切です。そこに手足の一致した振りを心がけます。左手で竹刀を振り、最後のところで手首を使って剣先を押し込みます。この押し込みが生む差は数センチに過ぎませんが、その差が一本になるかどうかを分けると思います。打った瞬間に一本につながる素振りができているかが一番の基本ですが、素振りの段階でできていなければ、面をつけた後も一本になる打ちはできないと思います。だから素振りは重要なのです。この最後のところの手首をグッと押し込むところで剣先を振るわけだ。だから見てるよ、ダメなやつは全部1、2ってここで終わってる。最後の下までギュッとしないを振り下ろさないと。また。送り足、送り足の稽古全体で注意するのは剣先の高さです。疲れたりすると剣先が上がりがちなのですが、その状態では実戦だと小手を相手に見せていると思います。足の動きを急がなくていいから、剣線が高い。全身、膝から先に前に出るよう指導しています。理由は重心です。つま先から前に進めば、膝は伸びきっている状態です。そうなると、右足のつま先が浮き、重心が後ろにかかってしまいます。膝から進むことによって腰も入ります。膝から行くように、膝から。後退。後退するときによく言うのは、相手に足の裏を見せないこと。つまり、つま先が上がって、かかとだけがついている状態のことを指します。右足の膝を使って、体を後ろに押し出すようにし、一緒に左足をパッと引く。そうすると、足幅も変わらず下がれます。足の裏を見せないようにしないと、足の裏を。動
動きの変わりを早くぞ。引き技、構えたまま前に進み、途中で止まってすかさず引き面を打つ。この動作を繰り返します。引き技でも素振りと同様に、打った時は最後の手首の押し込みが重要な要素の一つになります。下まで、剣先は下まで、下まで、下まで。剣先は下まで。振り返り、注意しているのは振り返った瞬間での体勢作りを早くできるかどうか。左足が蹴り出せる状態であることはもちろんですが、私はここでも膝を意識させています。右膝が伸びきっていれば、重心はおそらく後ろにかかっているのではないでしょうか。回転が遅い、回転が、はい、振り返って固定、構えてから、構えてから。左足の強化、左足で蹴り出す力が必要なのは言うまでもないでしょう。それを鍛えるために左足に特化した足さばきを取り入れています。左足のすり足、足の部位で最後に床から離れるのは親指ですが、親指で前に蹴るのではなく床を押すように意識します。大きく前へ飛びながらの面打ち、より遠くへ、上ではなく前へ飛ぶようにします。左足全体を使います。前後左右の足さばき、最初は大きく確実に移動させますが、それでもスムーズさを求めたいところです。小さくの時はとにかく早く行うように、さらに滑らかさも求めたいところですが、これは時間がかかりますね。はい、ラスト小さく、はい、下を見ない、下を。いかがでした？以上が高千穂高校に学ぶ面をつけない足の強化方法の動画でした。僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を解説しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。